さあやっていきましょうか。ブルーホースです。ということで、チカ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 目がチカチカすんがな。そんなことどうでもよくて、今回なんですけれども、ブルーホース特有のですね、最難関のステージがやってまいりました。調べるで違うんですよ、違うんですよ。あれあれ違う違う違う、ハメハメしたいんだけど、ハメハメしたい。あれちょっと待ってね。これをあれこれハメ、あれちょっと待って、ハメれない、ハメる、あれが出てこない、それが出てこない、ハメれないんだが、あれちょっと待って、ああそういうことか、そういうことか、あ、動かせたのね。オッケーオッケー。で、決定で模様、ほいほい、どうだったっけ、え、あ、これも動かせたのか。で、これ全部閉じた。オッケー、ガチャコン開いた。で、何が最難関かっていうと、皆さんね、お気づきでないかと思うんですけど、これ音だけ聞こえるでしょ。で、これね、そう、井戸がどこにあるかっていうのがね、全くもってわかんないの。だから、どこをこう、あ、お、今行った、今行ったか。あ、行けた。ああ、よかった。最短でいけたよ。最短じゃないけど最短でいけたよ。日本語になってないよね。ちょっぽん。あー、いっぱい浮いてる。これどうなんだろう、何なのかな、ここら辺ね。何、誰だよ。生まれた。さあ、で、問題はよ。果たしてこれで帰ることができるのか。帰ることができるのか。あ、帰れてる、帰れてる。オッケー。よかったー。もう前回ね、FPS で、振り返りプレイやってた時に、もうここから抜け出せなくて、もうほんと、どうしようみたいな。結局ね、あそこでね、15分か20分くらい捕まって、もうそれだけでワンパートが終わるみたいな、そんな感じだったんでね。誰だよ、ほら。ライト変えたやつでね。ほら、下に、ルルルッとしてるんでね。皆さんお気をつけなすって、やつがやってくるよ。ベイビー。これから引っ張っていく？このベイビーが現れた時と、ひな人形が追いかけてくるシーンと、どっちの方がビビったのね。まあ僕は、それぞれだもんね。ちょっとこっちで怖いし、ミアがね、お母さんでこっちを守ってくれるはずの存在にもかかわらず、なぜか襲い散らかしてくるっていうね。怖かったりするから。はい、電話。カチャコン。いいのか。じゃあ、電話ついてる。で、こっち。ところが、まあね、赤ちゃんは、匂いに敏感だったりするんですよね。もう、すでに目の前にいたりするんですよ。いいよね。これ、あれなのかな、追いつかれる前に行けたりとかにするのかな。こんだけライト明るかったら。まあでも生まれたてなんかじゃなくて、目が悪くて見えてないって言われていいかなって、なんとなく匂いだったり感覚とかそんなぐらいでしか、まあ、こっちを把握することができないという、そんな感じだったりするんでね。こんなでかい赤ちゃんが見えてなくて、なぜかいるアンジー人形、わーいって感じでね。よし、これで一旦消えてなくなるんだよね。岩場に囲まれた地下室って感じだよね。ここ怖かったよね。シャドウズオブローズやった時のさ、まさかのこっからミアがバーンって出てきてね。このベッドルームね、一体何があるんだっていうね。ここで普段寝てんのかな。うお、あまりにもライトが暗すぎてビビって、よし、これ一回戻ってね、行かなきゃいけないとね。めっちゃ楽しそうで、ヒャ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 。そうなんだよな、赤ちゃんってやっぱ、あ、そういうことで面白いんだみたいなことってよくあるよね。僕
はよく分かってないんで、そのなんか抜け出し方みたいなのが、ね、タイムアタックとかするための抜け出し方みたいなのがあるっぽいけど、僕はそれがちょっとよく分かってないんで、まあ残念ながらここでしばらく待機させていただくことになるんですか。やってみる、こう多分向こう側に行った時に走れみたいなことをやってみたら、ちょっと試してみようか。こっちにスタートを置いて、で視界から切り出しの瞬間に、お、行け割れた、バレてない、バレてない、バレてない、オッケー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 、抜け出したっていうことは、これはもうやつは目の前に現れることっていうのはないと思うので、もうこれでやつ目の前に現れたらそれこそ発狂もんだけどね。あのドアバチャンって開けた時に目の前に宮人形が立ってましたぐらいのね、なんかこれなんかでも面白いの、横スライドするときさ、なんか足引きずってるみたいな感じがするよね。痛い痛いみたいな。よし、こっちで合ってるかな。オッケーオッケー、まあスススッと抜けていく感じですね。はい、じゃあ、ここハメハメしちゃいましょう。ヒュース。早くしないで。早くしないで。奴がちゃんと。早くしないで。ベイビーが、ベイビーがベイビーで、ベイビーのベイビー。ベイビーのベイビーで大暴れして、後ろから声がキャキャッと聞こえてる。あ、これ、潰さて。おー、危なっ。割と後ろみたいな。おー、よく違う。ローズはもっと可愛いね。こんなに大きいお口はしてない、まあ、そんなことはまあよくて、うん、実際さ、あのベッドルームからいなくなるまでこうベイビーをこう観察とかしてたりするとさ、実際ベイビーどっか いなくなるじゃないですか。あの後ってどこに行ってるんだろうね、まあ、ゲームの都合上あのお見せすることのできない裏側ですみたいな、そんな感じなんだろうけど、はあ、人形がいっぱい、なんでこんなに囲まれてるの。人形があるとね、なんかどうしてもあれを思い出すね。You're still alive! Before my friends murder you! 殺せるもん、殺してるの。TikTok! You're like son of a... Wait! まず一発目が確か向かいだったかな。そこ…でそこからどこに行くかっていうのは結構ランダムのあれだったはずでね。で、なんだあのこれがあの次元装置が働いてくる、カタ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 ってね、乾電池で行くのかみたいな、そんな感じだったね。ということで、ハサミ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 で、ハサ娘なくして暴走しなければこんなことにはならなかったんですよ。あなたたちもこんなね、なんか人体実験されてみたいなことなかったのにね、悲しい現実が待ってるよね。さて、どこに来たのかな。これ毎回ね、結構ランダムだったりするのかな。ああ、もうあれ2回目は捨てられてますから。ローズとアンジー人形ちゃん、あなたはなぜ同率として考えているのでしょうか。はい、で3回目、ああすぐ見つかった。オッケー、これ最短パターンか。出られます、出してください。ハッピーしてください。頭で笑うつもりだな。スチューピッドイディオット、あなたからニュルニュルと触手は出さんのでございます。はい、お疲れ様でございました。楽しかったね。でなぜかこれが変わる、まあ、これがあの幻覚を見せられたってことだな。It's over. っていうことは万人人形こうやっているけど、実際はさドナだったわけじゃん。ドナだから頭に4回もハサミ突きつけられて、ようやく助かったみたいなオチだったってことだよね。そう考えるとドナ強くね。What? 普通の人間でしょ。あ、でもそっか、カドゥに感染してるからあれなのか。I need to get out of this place. 調べる。調べる。OK。部品ゲッチュー。So that's who was behind all this? That makes two. いけない。あすか。
アンジー人形を手に入れないと脱出できない。あ、開いた開いた。アンジー人形がなぜか鍵になっているという仕組み。ということで、まあ、村まで戻ったら一旦このパート終了とさせてもらいましょうか。まあ、村に戻るまでにね、ないろいろとちょっと始末しなきゃいけない敵たちがね、なんか、ああ、ドラ様がお亡くなりになられた、あのアンジー人形にナイフを突き立て、ナイフじゃねえや、ハサミ突き立てやがってーってね、たくさんのね、あの、召使いというか、従者というか、興奮するロリ親父たちっていうのがな、そんなのが現れてくるというオチなんでね。この腕はあれか、アンジーを刺した時の、血になるのか、それともあれか噛まれた時の手血がちょっとちょこちょこって出てるのかね。確か家族写真を見ると何か書いてあるようだって感じね。ローズずっと守ってあげてね、いいじゃん。そうなんだ。結局ね、ドナが一番家族思いだっていうことなんだ。まあ寂しいからこそのね、家族をやっぱり大事にしてほしいみたいな、そういうのがあるっぽいんだけど、にしても長いよね。長かったらあいつら地下に潜った時に岩に囲まれた世界が見えてますわって感じで、ね、めちゃめちゃ明るい世界が明るい。最後オープンの世界村まで戻るまでに、まあちょっとね、いろいろと暴走してくるやつらが出てくるのと、あとちょっとしたミニゲーム、いつものやつね、やらないといけないなっていうのを思って拾わせて、拾わせて、でいい。で、ここら辺ここに入っとこうか。ここに入ると敵が出てくるはずなんだろう。ちょっと待って、入ったら、これでドカンとしとこうか。これ自分爆発するんだろうけど、ラシエンの当店は爆発的な刺激を与えることが著名なライトショックでございます。これでもダメージを受けてない。あ、飛んでったー。山で行ってる。あ、飛んだね。オッケー。2000レイ太陽で思い出すのはあれなんだよな、あのポケットモンスタールビーとサファイアの7つ目のバッジだったかな。ソロロックとルナトーンっているじゃないですか。 あそこのジムリーダーが初めてこうやられたって感じがした。うん、あいつを一発でクリアできなかった記憶がある。すげえ硬いし、なんか地味に攻撃力も高いしっていうので、ねえ、あいつはやられたなって。調べない、なんか首だけ調べるとなんかすごい怖い。オープンさせた。これは別にいらなかった。で、余計にアイテムを取るから、こう、いろいろとやるのにめんどくさいな。楽器ショップ。どのタイミングで行こうかな。ここがあれなんだな。あの、執事が暮らしてるところなんだろうな。ここ特にアイテムないかな。よし、じゃあこれやりましょう。あれ、どこ行った？あった。月と太陽、月影。これ実は何もしなくても勝手に落ちてくれる。これ倒しておけば、そうでもなかったね。もうちょっとこう、やってくれるもんだと思ったけど。スン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 。この防御兵器がないと抜けていくとか、そういう、ああ、でもないね。一発。ピン、ピン、ピン、オッケー。よし、じゃあ戻っていきましょう。で、村に戻る途中もね、またね、ロリッコたちがね、ロリッコではねえな、ロリ親父たちだな。うわ、あー、ドラ様、あー、アンジーちゃんって、ブエーッて、よくもやってくれるんでしゃーんって出てくるんだよね。自分でやってても思うけどさ、その前回か前々回かってさ、普通にさ、兄さんの話をしだしたりとかさ、で、今回普通にゲーム実況やったりとかしてんじゃん。安定しねえな喋る内容があって思うので、ね、まあ、その時々にさ、個人的な、その、なんて言ったらいいんだろうね。はい、埋もれたまんま。眠るがいい。で、こっち戻ると、まともに受けたら痛いんです。どうしようかな。こっちでもまた出てくるよね。
ちゃった。よし。おお、出てきた。あ、こっちも。いい。他もいいなぁ。いいかな。OK。ちょっと1体だって。あと、お腕。どうしようかな。とても刺激的なプレゼントでございます。OK。じゃあ、2つ目もね、終わりましたんでね、なんとか無事、帰ってくることができました。ということで、次回は、モローの世界に、もろもろ入っていこうというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、応援よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上でございます。こいつが一番怪しい。Does this look familiar to you? うん、存じ上げております。存じ上げておりますが、すごい、めでてる感じがなんか、ね、うん。この辺りを打って。Splendid! Do you know its worth? Splendid! Splendid! I can show you the world! ということで、お疲れ様でした。I look forward to seeing the fruits of your exploration! はいよー